皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルガーズの村上敦史です。今日のテーマはですね、こんなコーティング屋は選ぶなということで4つ話していきます。まあそういう題名にしましたけれども、まあ、そういう題名の方が皆さんねおっと思って見てくれるってことでそんな題名にしましたが、内容はあんまこんなの選ぶなみたいなのだとちょっとねあんまり良くないんで、こういうお店を選びましょうってことで話していきたいと思います。まず一つ目ですね、そのお店の人が乗っている車が綺麗なお店を選びましょう。そのお店のね社長さんとか店員さんとか、あと台車とかですね、いろんな車が実際に綺麗なお店を選びましょう。まず見せてもらいましょう。そこでねちゃんと見せてくれるお店を選びましょう。遠目で見てわー綺麗とかではなくて、ちゃんとねこうスポットライトを当ててもらったりとかして、本当に細かい洗車傷とかシミがどうなってんのか、リアルなところを見せてくれるお店を選びましょう。まあもしねそれが台車だったり、こう作業用にこう出張で使う車だからちょっと汚いんだよねっていうコーティング屋さんもいるかもしれませんけど、でもお客様自身の車をですね綺麗に保ってもらわなきゃいけないわけですから、日常のお手入れがね大変なお手入れが必要だったら、お客様綺麗に保つのが難しいわけですから、簡単なお手入れでね綺麗に保てる、そんなサービスを提供しているコーティング屋さんを選びたいですよね。で簡単に保てるんだったら、まあそういう作業を使ってる車でも台車でも綺麗になってるはずなんですよね。でやっぱりそういう台車とか作業車とか、当然その店員さんの車綺麗にちゃんと保ってる、自分たちの車を綺麗に保ってる、そういった心を持った、お店でコーティングしてもらうってことが大事だと思います。でまたね例えばこう社長さんの車すごい綺麗でも、実はこう半年に1回こう磨いてねコーティングし直してるんだとか、ほとんど乗らないで車庫の中に入れてるデモカーだとかだと、ちょっとねあんまり意味がないんですよ。やっぱりコーティングして2年3年5年持つって言ってるんだったら、5年経った状態で本当にどれぐらい綺麗かっていうのをちゃんと見せてもらって、納得できる綺麗さを保っているコーティング屋さんを選びましょう。はい、2つ目、メンテナンス方法が再研磨とか再コーティングをするんじゃなくて、ちゃんとこうね洗車で汚れを落とすみたいなメンテナンス方法を取ってるお店を選びましょう。意外とですねこうメンテナンスってことでコーティング後ですね1年に1回メンテナンスに入れてくださいみたいな、でもそのメンテナンスが 2,3 万かかりますみたいなお店が多くてですね、でそういうお店のメンテナンスって何をしてるかというと、軽くねこうポリッシャーで磨いてこうコーティング剤塗ってたりするんですよ。で僕も昔コーティング屋で働いた時そういうことをしてたんですけど、働いててすごい疑問だったんですよ。結局最初にコーティングする時も磨いてコーティング剤塗ってるんです。でメンテナンスで入ってきた時も磨いてコーティング剤塗ってるんです。だからやってる作業は同じなんです。でも最初にいただくお金は高くて、メンテナンスの時は安いんで、つまり最初は時間をしっかりかけられるんですけど、メンテナンスの時は時間を本当にわずかしかかけれない。わずかしかかけれないってことはつまりね、ささっと雑にやらなきゃいけないんですよ。雑に やれるほど磨きとかコーティングってそんな簡単な仕事じゃないんですよ。だから最初の1回だけしっかりやって、翌年からこう言い方悪いですけど雑にやっちゃう、なんかねそれっておかしいなと僕は働きながらすごい思っていたんです。なので最初しっかりやって綺麗にしたら綺麗な状態を維持するのがメンテナンスなんで、メンテナンスの時にはねこうむやみにポリッシャー当てたりコーティング剤塗り足したりしないお店、最初のコーティングをした状態をしっかりとねこう正しい洗車とかでこう維持してくれるお店っていうのを選びましょう。少ないですけどねそういうお店でも、しっかりね探せば全国に、ね、何店舗かはありますから、そういったお店で施工するといいと思います。でね3つ目ですね、ちゃんと屋内でスポットライトがこう照らしていて、外の光をねこう遮光したところで作業している、温度管理もしっかりしている、そういう室内で施工しているお店で施工しましょう。屋外でねやってたりとかしますと、
埃も飛んできますしね、外が明るいと車を磨いたりする時でもですね、こう細かい洗車傷が見えなかったりするんですよ。で、埃が飛んでくるんでコーティング拭き取る時とかも傷を入れちゃったりします。で、屋内だとしてもこう密閉されてなくて蛍光灯しかないようなところだと、そういった細かい塗装面の状態っていうのが見えないんですよ。で、やっぱりしっかり屋内で外の光を遮断して、外から外気が入らないようにしていて、ちゃんとコーティング剤のこう適した温度、湿度、そういった環境を管理しているお店でやりましょう。でですね、まあ、コーティングって結構ね、こうなんて言いますか、簡単に稼げるからやるみたいな人も多いんですよ。整備工場とかだとね、こう整備の機械ってめちゃくちゃ高いんで、整備工場やるってすごく敷居が高いんですよね。で、板金塗装もそうなんですよね。ものすごい設備入れないとやれないんですよね。でもなんか磨き屋とかコーティング屋っていうのは簡単にやれちゃうよねみたいなイメージがあるんですけど、でも本当はちゃんとやろうと思ったら、先ほど言ったような密閉したね、作業スペースであったり、照明であったり、空調であったり、必要なものってやっぱあるわけで、やっぱりそういう必要なものをしっかりと用意してきれいにするんだという思いのある、コーティング屋さんでやった方がいいと思います。もう私もね、開業した時にもうそういうブースを作って、もう細かい傷まで見えるライトを照らして作業したんですよね。そうすると、こう今までできてると思ったこう磨きとかでもですね、粗がずっと見えるんですよね。だからもういつまで経っても終わんなくてですね、そういう光の下でどうやったら本当に綺麗に仕上がるのかと、すごい思い悩んでたことがあるんですよね。で、それまではこう屋内だとそこまで見えないんで、こう外に出して太陽の光を当てて、そこで粗がないかどうかって確認したりしたんですけど、もううちぐらいの環境だと、もう外で完璧でも中に入れると見えちゃうみたいな感じなんですよ。中で完璧だったら外に出したら絶対完璧なんですけど、なんでそういう必要以上に見えちゃう環境でちゃんとですね、こう全部納得した上で、あの必要な品質に仕上げていくわけですよね。もうその時ね、こう周りのコーティング屋さんたちにね、あの全国のコーティング屋さんたちにね、いろいろアドバイスを求めてたらね、もうその電気を消せと、その電気を消さない限りね、ずっとあれは見えるんだから、もう電気を消してしまえとよく言われたんですけど、でもやっぱりね、そこで電気を消しちゃうと、実際には仕上がってない状態でお客様に渡してしまうことになって、何かの時に気づくかもしれないですよね、こう光の状態で。で、その気づいちゃった時に、あ、気づいちゃいましたねみたいな対応になっちゃうんですよ。でもそれっておかしいと思っていて、しっかり僕らが分かった上で仕上げて、もし一部ね、そういう仕上げきれない、予算の都合とかで切れないとこがあったら、もうお客様に引き渡す時にちゃんとその環境の中で、ここはこういう状態ですよってご説明して、お客様もご納得した上で渡さないといけないと思うんですよね。なので、まあそういった十分な環境でちゃんとやっている、そしてその環境でしっかり説明した上で渡してくれる、そういうコーティング屋さんを選ぶといいと思います。最後ですね、これはね、ちょっとおまけみたいなもんなんですけど、自動車整備士の資格を持ってる方がちゃんといらっしゃるコーティング屋さんを選ばれるとなおいいと思います。ちなみに私はあの2級の国家整備士を持ってるんですけど、でビューティフルカーズにはね、あのもう一人、整備士の国家資格を持った、まあ、社員さんもいるんですけど、自動車整備の国家資格っていうのは、自動車整備士になるための専門学校とか学校に行くか、もしくはあの整備工場でね、実務経験を積んだ上で実技試験、学科試験に合格しなきゃいけないんで、新卒でコーティング屋さんに入ったり、まあ、別業種からコーティング屋さんで起業しちゃったりすると、整備工場での実務経験がないので、まあ、整備士取れない方もいるので、一概にね、整備士を持ってないとダメだというわけではないんですけど、やっぱりこれもさっきの環境の問題と同じで、なんかコーティング屋さんっていうのは資格とかがなくてもなんかやれちゃうと、でこう車洗車とか趣味の延長でやれちゃうみたいな、そういう感じで始めてるお店も結構あるんですよ。でもやっぱり整備士の国家資格を持ってるっていうことはね、車が大好きで車を直したり車をきれいにしたりして、
車に携わる仕事で生きていくんだという覚悟があってしっかり勉強して資格取ってるわけですから、やむを得ず資格が取れない環境でコーティング屋さん一生懸命やられてる方もいっぱいいるんで一概には言えないんですけど、まあ資格持ってる方がいらっしゃればなおいいかなと思います。ということでですね、今日はこんなコーティング屋さんは選んじゃダメという題名でしたが、まあ逆にこういうコーティング屋さんを選んでみましょうということでお話をしてきました。まあ一つ目がですね、そのお店の方、スタッフの人とかお店の台車とかそういう作業を使う車が実際に綺麗なお店を選びましょうということです。二つ目が、メンテナンスの時にこう安易にね再研磨再コーティングをするではなくて、ちゃんとねこう常にずっと綺麗に保ってくれるそういうお店を選びましょうってことですよね。そして、3つ目がこう光やね光とかこうほこりを遮断したちゃんとした環境で作業していて、なおかつそのちゃんと粗が見える状態の中で引き渡して誠実に説明してくれるお店で作業してもらいましょうということですね。で4つ目はちょっとね、まあこれは絶対ではないんですが、ちゃんと整備士の資格を持っている方がいらっしゃるお店を選ぶといいんではないでしょうかということです。今日お話ししてきたこの4つのことですね、この4つのこと全部ね本当に満たしているコーティング屋さんがもしあれば、もう本当にそのコーティング屋さんはねとてもいいコーティング屋さんだと思うので、ぜひねお願いしてみてください。きっとね皆さんの愛車を本当に綺麗に保ってくれる味方になってくれると思います。そしてねこういうコーティング屋さんがどんどん日本に増えていけばいいなと僕自身願っていますし、そのためにこれからも頑張っていきます。今回の動画ためになったなという方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。そしてコメント欄にもいつもコメントありがとうございます。今回もぜひコメントたくさんお待ちしています。ということでまた次の動画でお会いしましょう。